さらに法律の改正に伴って家族関係を支援する機関も設置しました。ここは私たちの待合室です。待合室と入り口は2つあります。両親が同じ場所で待つのが適切でない場合もあるからです。全国およそ100カ所にあるこの施設、離婚後のことだけでなく結婚中の不仲など一定の時間は無料で相談できます。例えば進学先をめぐって両親の意見が対立した場合、施設のスタッフが間に入り双方から意見を聞き取ります。さらに子供とも個別にカウンセリング、気持ちを聞き出しそれを大切にした合意を目指します。子供はたくさんのことで板挟みになり疲れ果てていて両親に本心を言えないのです。こうした施設を利用する家族は年間8万人を超えています。離婚には傷、痛み、怒りが伴います。それがコミュニケーション不足や断絶につながるのです。私たちのようなサービスを活用することでコミュニケーションを回復させ、長期的に子どものためにより良い意思決定ができるのです。